さあサマディ地方、それじゃね、まあボーガンの的を探していきましょうと。はいはいはい、5つの的全てが残っているとね。あ、これは、ね、攻略見ながらパッパと終わらせてしまおうと思うので、はい、1つ目よし、コンプリート。はい、全部の的を壊したようだね。力のため4個あげちゃうって。さあサマディ王国にいる市長に報告だ。さあまだ、あと2個か。割と壊してるね。はい、完了。報告。お、的を壊したようだね。師匠に報告だ。ヌガルミアちゃん。はい、まだ4個。どこを壊したか覚えてないから全部回ろうか。よし、それじゃあ一つずつ。入り口。これでオッケー、お前だ。お、全部の的を壊したね。命の木の実あげちゃうと。ジャングルスナイパー、はい、次行くよ。あ、はい、ここ、はい、ここと。全部の的を壊したようだね。じゃあ受け取って、素早さの種あげちゃう。君の妨害への愛は本物だね。師匠に報告したら死ねえよ。小麦畑の狙撃を。さあ次だ、次。まだ4個。まあどうせ全部回るんですけど。不思議な木の実4個。話を聞いてみよう。あと4個。あ、結構残ってるね。はい、報酬ちょうだい。守りの種4個をゲット。王国の弓道家。オラユーフィニッシュ。おい、全部の的壊したよ。スキルの種あげちゃう。クレイモラン地方の的は全てを達成したものの証。ちなみにここは4個。だいぶ残ってるね。どうせ全部いくんだけど。はい、やっと。もう一遍。全部の的を壊したね。さあ。さあ、ね、まだ3個。よし。よし。よし。全部壊してきたよ。魔力の種はありがとう。シーサイドハンター。さあ、メタチャット地方に行きましょう。バツ。よっ。全部の的壊したよと。信仰の種4つ。さあ、ね、メタチャット地方の的当てを全て達成したもの。さて、これでね、ある程度終わったんだけどね、残り一つがね、5つの島なんだよね。船にある。これはまたしんどいぞと。まあ行くしかないし、正直どこの的壊して、どこの的壊してなかったか覚えてないんで、まあ、一つずつ行きますか。まあ、大したことはないね。分かってさえいれば。はい、一つ目。おりゃー。よっと、4つ目。はい、到着。すごい、すべての的を壊したね。奇跡の木の実を4個。さあ、師匠に報告よと。ミスター百発百中。すべての、島々の的を達成。と、同時にすべての的を達成したはずだ。これは報告したらもらえるのかな。サマディ城下町、行きます。師匠。全部壊してきたよ。お、素晴らしいぞ。世界にある的すべてを壊した。君の妨害の絵は本物だ。はい、これを授けよう。幸せの帽子。妨害愛の深さを。妨害マスターの称号をあげよう。よし、銀トロだこれ。きつかったもん。あー、つらかった。妨害とは愛。人間だろうが物だろうが関係ない。妨害をした者はみんな妨害仲間だ。邪悪な気を捨てていったポー。ボウガンといえば愛を生む矢なのだ。狙いすませガン。私はもっともっとボウガンを広めてみせる。ボウガンの愛を広げていくんだボウ。はい、ということでね、また一つ達成。
じゃあ次はカジノ系かな。ということで、向かうのは、新しい方のカジノだから、グロッタだな。レッツグロッタの街。はい、というわけでグロッタカジノ、トロフィーに、カジノの称号を10個手に入れるっていうのがあってね、称号リストということでカジノ、現在4個、10万枚、マジスロに目覚めた、マジスロでビッグボーナス新米スロッターと、ジャックポット取ったとかはね、あれだね、チート状態のここの町の時にしか取ってないんで現状なし。とりあえずはね、このクエストリストのこれね、ナリキンベシムでジャックポット出すと、まあまずはこれに行こう。はい、ということで、こっちじゃねえな、もう一回上だね。さあ一体何回すれば、ジャックポット当たるかなと。ということで、まずはこれね、こいつのジャックポットを当てましょうと。200枚、まあ、多分この5万枚がなくなるまでには当たるんじゃないかな。よし、あー、そんなに弾かれたら無理だ。もっと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 一周、はい無理。出ないねこれは。ルーレット支持者、ルーレットに目覚めたギャンブラーに行われる、送られる称号と、いうことでね、ラッキーキャプテン、宝箱を勝ち当てたと。まあただ減っただけだったけどね、やっぱルーレットを教えてくれる、ちょっとお姉さんに、ルーレットのジャックポットが当たりやすいというねことを教えてくれるお姉さんにジャックポット代が当たりやすい情報をもらえるまでね、ちょっとね宿屋で寝るたびに変わるんでちょっとチェックしよう。あなたに教えてあげるわっていうだけだから、今日はビビッと来ちゃったわ。そろそろジャックポット当選者が出そうな予感がするわね。さあ宿屋で寝ることを、3回かな。ジャックポットが出そうだということなので、ここでよし、当たりやすくなったろ。ないままでやったっていつ来るかわかんねえし。さあ行くか。ジャックポットを出やすくなって1回目。
った。マジ、いけ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 、よし。これどうやらジャックポットはあれだな、フラグあるから全掛けしようが一点掛けしようが同じ可能性っぽいね。だったらかける時間のかからない一点掛けの方がいいっていうことかな。よし、45分ぐらいかかったね。30番にボールが止まりました。ジャックポットで1、10、100、1000、万、10万、100万枚ゲットです。うーい、やったー。よし、見事引き当てたね。ベシムに報告をしよう。神の一手を持つ男。さらにラッキースター50万、ギャンブルキング100万。おめえじゃねえ、見てましたよ。ジャックポット当てましてね。負けて悔いなし、興奮しました。ご褒美を受け取るがいいです。ラッキーベストあげちゃう。黄金像のことも心配は無用、連絡しておきました。約束は守るタイプです。個人に行ってみてはどうですかな。いやー、よし、前歴ね、称号リスト、カジノが9個、あと1個で、カジノトロフィーだね。あー、この中だとあれかな、カードが一番やってないから、カードが一番すぐ行きそうだね。とりあえずセーブして、セーブしよう。とりあえずセーブだ。よし、とりあえずジャックポット OK。 そして称号はあと一つ。さあ、ソルティコカジノにやってきたと。ということでポーカーします。まあ金にはかなり余裕あるん で多分高いのでポンポンやった方が。多分1000枚でしょ。おい、いきなり3カード確定。フォーカード狙います。はい、ダメ。まあまあまあ、はい、ダブルアップね。ダブルアップをね、10回成功させろっていうね。2分の1でいくと1024分の1なんだけど、そんな無理じゃんっていう。10、あと無理だな。おう、やった、絶対勝った。あ、無理だ。はい、残念。うわ、なんという嫌がらせ。フラッシュ狙う。まあ今回の目標はね、ぬるいやつなんで OK。 あと1個称号もらえば OK だからね。とりあえずこの4万枚がなくなるぐらいまで楽しんで遊べばいいんじゃない。多分それぐらいでもらえるでしょう。カードのジャックポットはロイヤルストレートフラッシュかな。今何勝目だ。5回目。10回とか無理だろう。何これ、宝箱。4回ダブルアップに勝てば引き分け。危ね。おお、そういうのもあるんだ。あ、続きでいく。9、10、12、ストレート狙い。惜しい。フラッシュ狙い。まあ宝箱開くぐらいまででいいんじゃないかな。そしたらもう称号もらえるだろう。 OK、 ナイスフラッシュ。まあせっかくなんで宝箱を開けるまではやろう。ドゥルルルルルルルドゥッドゥッドゥッ。よし、
割とどうでもいいこの適当感。とりあえずね、完成。さあ、明日起きたよーっと。よし。ワンペア確定。ワンペアからのスリーカード狙い。10、11、12、ロイヤルストレートスライムって、なんだそれ。これストレートフラッシュ、ロイヤルストレート、ジョーカー、まあこれちょっとロイヤルストレートフラッシュ狙ってみる。まあ3カード、とりあえずこれで宝箱は開けるだろう。はい、ケースオッケーです。アップダウン選べるやつだったらね、もうちょっと確率だけどね、大きいのを選べだからもう必ず運だもんね。はい、なになに？お、アイテムか。黄昏の樹木。よし、多分行ったろう。あれ、ダメだ。ポーカーにハマった的なものがもらえると思ったんだけどな。これだけじゃダメか。もしかしてゲットした枚数なのかもしれない。それ考えると今まだ0枚だもんね。で、ちょっとね、今回は1万枚ぐらい手に入れてみようか。ダブルアップで1万枚超えたら誕生させよう。お、3カードが揃っているじゃないか。4カード狙い。1万枚でね、ちょっと終了しながら、ポーカーにはまったが欲しい。ってことはあと2回か。このやる気のなさよ。もう一勝できたら OK です。おい、それ高すぎだろ。やったぜ！とりあえず1万6000枚もらってみるか。で、終了してみましょう。1万枚超えたよ。あ、ダメだ。ポーカーの称号もらえると思ったんだけどな。お、じゃあ10万枚ぐらい？ロイヤルストレートフラッシュを当てるみたいなのがありそうなんだよな。いいね、いいね、いいね。まあ、10回連続でクリアするはあったからね。残念。あ、なんか知らんが1減らしてしまった。ストレートマジか。9、10、11、33。よし、3ガードスタート。よし、おお、ここで。よし、現在1万6000枚しかゲットしないからね、これ3万枚ぐらい目指して。お、また宝箱。この宝箱が終わるまでやろう。3、4、5、エース、2マッチ、3カード残しの4カード狙い。まあ、あれ、終わるまで。
どうしよう、ロイヤルストレートフラッシュ狙いつつ。昔はジョーカーっていう役があったんだよね。ジョーカーあるだけで OK だったのに。お、フルハウス、いいね。1万スタートだからな。あらららら。お、3カード。1000スタートに比べてね、フルハウスの5000からスタートの1万とかね、結構美味しかったんだけど。まあそれは無理だよね、10人なんて来られたら。フラッシュ、234残し、345A 残しのフラッシュ狙い。剣のフラッシュ狙い、3456、普通にこれはワンペア残し。どんどん減っていく。惜しいね、フラッシュまであとちょっとだった。4562もだな。3ポイ、8910、惜しい。7222のワンペア残し。まあまあ、この2万枚が減り切るまでは気にせずに。はい、2ペア。残念。3456、6来い。お、フリーカードが。よし、とりあえずこれで、今1万6千枚だったからね。とりあえず2、おい、よし、4000枚、これで2万枚称号いくかな。そして宝箱ください。女王の手袋、さあどうだ。来た、カードの。これでここまでやって新人かけた枚数は結構なものだぜ。ドンギャンブラー、一通りのゲーム遊んだぜ。はい、トロフィーカジノマスターゲット。さあもうカジノはいいかな、もうカジノはいいんで、次行こう。次、商品こっちか、逆か。あー、ゴールド銀行だ。カジノの中にゴールド銀行作るのほんとやめろ。はい、100万枚ありますと。メビウスのデビルメビウスが落とすなんて、ね、うん、そっちの方がいい。しかも持ってるしね。アレキサンドライト、進化の秘跡、世界10と。うん、これだったらグリンガムの無知だね。ただね、見た目装備を全部集めるっていうトロフィーがあったので、まあ、それを考えると、あんま無駄なもので使いたくはない。はい、まあ OK。さあ次行こう、次。クエストもね、56個、あと4個。転生モンスターが2個だったよね。プラスエンパイアブレードプラス3と。ネミミに対抗。うん、シュノプスハンドまだ覚えてない。これはレベル上げしてからだな。ということでね、ちょっとアスタロトと、キラーマシーンをね、倒しに行きましょうか。まあまずはキラーマシーンで、ルーラ、ここ
しけすぎや雪原ね。転生モンスターが出やすい装備もあるんで割とすぐだと思う。じゃあ行きます。